どうもハンサムクロジです。今日はですね、コッペパン3つ買ってきましたよ。ツイッターでもちょろっと言ってたんですけど、コッペパンめっちゃ出てるんですよね。ローソン、セブン、ファミマ、まあどのコッペパンが美味しいのかっていうのを今回比べてみたいと思います。まあいろんな味あるんですけど、僕が好きなアンマーガリン、ね、全部粒あんです。最高です。粒がいい、僕は。じゃあまずはセブンから。普通の粒あんとマーガリン、いい匂い。カッと開けるとこんな感じ。片面にあんこ、片面にマーガリンがずっしり塗られてる感じですね。うん、こんな感じ。おお、割とマーガリンの香り強いです。いただきます。おいしい。まあ普通っちゃ普通。うん、あでも甘すぎないですね。甘すぎなくて、マーガリンの方がちょっと強め。パン自体もね、ふんわりしてて食感も良かったです。108円税込みで、他は、まあ、128円130円って、ね、一番安いっていうのでコスパいいですよ。次、さあ次はファミリーマート行きましょう。匂いは一緒なんだね。開けた感じはこんな感じ。ファミマは1個のパンの片方にあんことマーガリンが同時に乗ってますね。こう、はい、こんな感じ。じゃあいただきます。美味しい。パンのタイプは違うけど、ふわふわ感は変わらずって感じ。あんこの味をしっかり感じられました。原材料のところね、小麦粉よりあんこの方が多い、粒あんの方が多いです。あんマーガリンだったら皆さんどうですか？どっちが主役ですか？僕はあんです。やっぱファミマ好きですね。結構僕、ローソン行きましょう。もっちりとしたコッペパン、北海道産小豆の粒あんとマーガリン。原材料のとこ見ると粒あんが多いですね、小麦粉より。山崎製パンということで、これはセブンはね、ガーデンベーカリー、ファミマも山崎だ。ファミマと同じ感じってことだ。ローソン開けてみましょう。うん、小麦の香り、パカッという感じ。あ、なんかいいっすね。ファミマと同じタイプ、山崎だからでしょうね。あんこの上にマーガリンドンと、片方のパンに乗ってるタイプです。あんこもね、分厚い。もっちりとしてる？ちゃんと。あ、なんかもっちりしてる気がするな。クリームっぽいこのマーガリンが良いな。いただきます。うん、これもうまい。なるほど、ローソンのコッペパン、ごちそうさまでした。もっちりとしたコッペパン、名前になってるだけあって、パンめちゃめちゃもっちりしてます。ずっしり重めですね。もちもちと噛んでるとパンのね、甘さ、旨味が出てくる感じがしましたね。で、小豆はファミマとこうあんまり遜色ない感じはありましたね。やっぱパンが一番特徴的です。美味しかったです。はい、というわけで3つ食べてみました。それぞれそこそこ個性がありました。一番個性が際立ってたのはローソンですね。僕が美味しいと思ったコッペパンは、1位はファミリーマートです。あの、僕やっぱふんわりめのパンが好きですね。あんが主役になってました。まあ、あんこの主張で言ったら全然ローソンも良かったですし、パンのふんわり感で言ったらセブンもね、すごいふんわりしてました。ちょうど間のファミマが僕好みだったみたいな感じはありますね。でもどれも美味しかった。はい、ということで、なんか参考になりますかこれ。僕がね、気になったんで、どれが一番美味しいんだろうと、結構面白かったです。ファミマはすげえシンプルに、パン好きな人それ好きだよねっていうラインナップなんですよ。ローソンはちょっと面白いんですよ、変な感じで。で、セブンはなんかね、シンプル、ザ・シンプルって感じ。各社のパンの感じ面白いんですよね。パン楽しいですね。スイーツも楽しい。うん、以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。